おはようございます。さあ、本日はゲストにお越しいただいております。はい、スタジオには久しぶりの登場です。それでは、ご紹介します。川崎市福田紀彦市長です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。師匠とお会いするのは、元日放送の新春特番ロケ以来ですね。すね久しぶりになりますね。はい よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまあ新型コロナウイルスなかなか収束しないまま新年度に入ってしまいましたよね。うん、そうですね。また最近増えてきてますけども、まあ私たちとしてはもうとにかく、はい、えもう早くワクチンをということで、はいうん、え安全確実に、はい、そして速やかに一人でも多くの方にワクチンをお届けしたいというふうに思います。はい、安心が欲しいですね。そうですね。うん、はい、よろしくお願いします。し,します。はい、さあ今週は市長をお迎えしてまいります。ラブ川崎スタートです。 でででは早速今回のテーーマに参りままいいりしょううこ、ん、こちらですす指導・川崎ギガスクール構想ととね、うん、え令和元年に文部科学省が打ち出したギガスクール構想。具体的にには一律ののの小中学学校校や特別支援学校の児童・生徒に1人1台の端末を配布し、うん 通信ネットワークを整備創造性を育む教育 ICT 環境を実現するというもので川崎では4月からその取り組みが本格始動しました。1人1台ですよ<ー>ついに来ましたねこの時代がそうです、ね 実はまだその2年先ぐらいに全部全校でという予定だったんですが、ええ、まあ今回のコロナで臨時休校というのもありましたし、はい、とにかく早めにということで、うんえー、今年の4月までにもう一気に間に合わせたという感じですね<ー>一気に加速して進んだ、はい、ということですねさあではまずはギガスクールがどんな取り組みなのか、うん、実際に市内の小学校へ伺いその様子をご紹介しますさあ旭町小学校に来ているんですけれども。あ 見てください生徒一人一人にコンピューターがあって今授業をしているところですねいやなんか私が小学生の時はもう生徒一人一人にあのコンピューターもなかったのでちょっとびっくりしますこちらは旭町小学校2年生の授業風景先生の合図で取り出したのは一人一台のコンピューター それはまるで藤子 F 藤代先生の SF 漫画のよう。川崎ではこの取り組みを市の教育理念と掛け合わせて、川崎ギガスクール構想と呼んでいます。果たしてその狙いはえっとこの川崎ギガスクール構想で目指しているもの、キーワードをつながるという言葉を大事にしています。いろいろステップが あの段階的にこれは上がっていくものだと思っていましてまずはつないでみていつでもどこでもつながる感覚を実感してもらうそれからそのこれまで習ってきたこと学習等で習ってきたことをまた生かすまたあのそういうことを通じてあと他人とつながってみるっていうことをでまた幅を広げていく深くしていくそのことであの資質能力自分の,その資質や能力を高めていくってことが次のステップとして挙げられます。 またさらに目指すべきところとして高いステップとしましてはそれを自分で自主的にその 情報を活用していくこれはいらないこれはいるっていうことも含めてどん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 つながりを深くして、えー、教科等の学びを生かして生活にまたあのこれからの社会に生かすようなそういう学びができるようにそれをあのステップとして最後のステップとして挙げてげいますまたあの教育プランでも自主自立共生共同ということを謳っておりますのでそのような学習の到達を目指してこの ICT が活用できればいいかなというふうに思っております。 実際にコンピューターで授業をしている児童たちの反応はどんなものなのでしょうか。何の授業をしているんですか。今は算数であのあのなんていうんだろうピラミッドみたいな数でなんていうんだろうあの見つけた決まりをみんなで発表しちゃっています。このコンピューターに今こう何をやってるところ？自分の見つけたことを書いてみんなのこの三人とかの班でみんなで見れるように、ね、出しちゃっています。 なんかこうやりやすくなったなって思うところとかありますか、うん、みんなの意見とか言いやすくなったこのコンピューターの操作とかは簡単操作とかは簡単ですこれを使ってさらになんか挑戦してみたいことって何かありますかなんかえー、っとなんかいろいろと調べるときにパパパパって早く打てるようになりたいです。<ー>難しいんだそれ 続いてこちらは2年生の授業。今これは何をやっているところなんですか。エシリトリです。エシリトリ。いはい。最初にね、このあのコンピューターが配られたときどうだった。ドキドキしました。ドキドキした。<laughs> 授業は楽しいですか。とても楽しいです。うん、ありがとう。うん。 本当にワクワクした表情が印象的でしたよね。なんか今までのその教育の環境と違うから、ちょっと子供たちがねゲーム感覚というか、うん、なんかなんかちゃんと順応して楽しんでる感じしますね。なんかモチベーションが上がりそうですよね。いや絶対楽しいよ、ね、だって俺らの小学校の時ありえないもん <laughs> あの光景は。これがパソコンっていうもんだよみたいなを見せさ、うん、見してもらっただけな気がするんですよね。うん これからの川崎の教育ってどういうふうになっていくんですか、ねうん、これからあのもう革命的に変わると思うんですけれども、はい、今まで授業を一斉にやって皆さんが理解しているかなという感じだったと思うんですけれども、はい、まさに一人一人がですねどこを理解しているのか理解していないのかというふうなのがデータとして残っていきますので、はい、まあ将来的にはですね 個別に本当に合わせた教育ってどういう事業をすればいいのかなということに発展できると思いますね、うん、誰かを取り残すことなくみんなでステップアップしていけるような事業に変わっていくっていくとうことですかね教育現場は変わりますね、しかしこの全部導入したのはもう私立の小中学校ですか全部です、よね全部です168校ありますので、はい、11万7000台コンピューター入ってますからなななかなか大変なもです,す,すごいことですよね。はいはい それ一気に加速させるわけですよね今まで日本ってここを進んでなかった分野なんですけども、はい、一気に世界のレベル世界を超えて世界一のレベルまで、えー、一気に来たという感じですから,らしいです先生も大変だと思います親としても嬉しいですよね、それは、うん、やっぱ子どもたちが学校でそういった学びができるというのはすごいありがたいことですもんね。はいうんうん 市長、実際に端末を触ってみたと伺っていますけれども、はい、いかがでしたそうです、ね、さっきの VTR の男の子も言ってましたけれども、はい、あのコンピューターと私の一対一っということではなくて、はい、みんなで編集をしたり、うん、答えを意見を出したりという,ふうな編集が同時にできたりするので、はい、学び合いというのはコンピューター画面を通じてできるというのはこれまたすごいことだなと思います。はい、なんか想像だとね、本当。 パソコンと一対一で向かい合うイメージだったのが、うん、そう思ってたより楽しそうだったのでね。ですねびっくりしましたただ一人一台じゃなくてちょっと想像を超えるところまで来てますね楽しいですねこれは、ね、このパソコン一台で本当にいろんな使い方がありそうですよねうそうなんです後半はですねその教育現場の最前線にいる先生の姿をお伝えします、うん、コンピューター端末も実際に触らせてもらいました VTR をどうぞ とということでお話を伺ったのは6年生のクラスを担任している近江先生。クラスではこの端末をどののよううに使っているのでしょうか例えば、はい、えよく使うアプリでいうとこちらの「クラスルーム」というものがあるんですがこれは、えー、と例えば担任が。うんうんうん こういう資料を子どもに見てほしいなとかこれを授業で使おうって思ったものをどんどんここにアップしていくんですね、はい、でそうすると子どもたちのパソコンからもこのクラスルームは入れるので、はい、授業で使う、まあ、アンケートでしたり、はい、ワークシートなんかを使うということができるようになっています他ですとまたよく使うのがこちらの未来シードというものなんですけれども、はい このアプリだと先ほど言ってた資料をお互い配り合ったりですとかそれから子どもから書いてもらったものをそのまま提出してもらってみんなで見るっていうこともできますしあとはドリルがこの中に実は入っていまして例えば問題を早く解き終わった子はこの未来シードを開いてそこに 今授業でやっているところと関係するドリルをどんどん進めたりとか<ー>一人一人にこう応じたこう学習のスピードというか<ー>それに合わせられることができるかななと。ほれにも逆向きに開いてタブレットのように使えたりカメラレンズもついているためその用途はさまざまなんです。 実際に私も授業に混じって触らせてもらったのですが、直感的に操作することができて本当に簡単でした。これがあれば授業の幅というのも大きく広がりそうです。遅れました。OKOK、OK OK。そして大海先生にはこの端末を通してやってみたいことがあるんだそうです。私が今一番やりたいなって思っているのはオンラインで、 実際にに人ととながるっっっててていいいうをやみた思ますそれは具体的に例えば、えっと、社会の授業なんかですとその現場で働いてる人の話っていうのが教科書にはよく載っていまして、ね、ただそれはやっぱり字面で見てるだけなので子どもたちもなかなか実感が持てないんですけれどもそこでオンラインでそこに載ってる人と本当につながって生の声を聞かせてもらえるっていう。 そういう取り組みをしてみたいなというふうに思ってます。でも、もう本当すぐにそれも実現できそうですけどね。そうですね。うん、はい、やろうと思えば、なんかできるような気がして、ちょっとそこは今年頑張ってみたいなというふうに思ってます。うんうん うんだ導入されたことで子どもたちの変化だけじゃなくて先生たちにも気持ちの変化が現れているということですねこれから教育現場が先生たちもすごくいいチャレンジをしてくれていると思います、はい、まあ子どもたちの方が感覚的に直感的にいろんなものを学んでいくんでしょうけどもこれからどうやってこの授業にこの端末を生かしていこうかというのはどんどん研究が重なられるのでまあ本当に来年あったらですね多分ものすごいいい授業に。 多分進化してるんじゃないかなと思いますね。うん、年々事業レベルが上がっていくっていう、うん、ことを考えると,と,と本当に期待したいと思いますね。まつながるっていう意味ではその学校内であって、そして他校でもあっても、うん、海外ともつながれるわけですもんね。うん、そういうことですね。<ー>まあ本当に先ほど田中さんおっしゃってましたけども、はい、誰一人取り残さないっていうことが大事で、うん、技術が進歩してこういうツールができたからこそあの本当に誰も自分の学習のレベルに合わせて、うん。 スピードに合わせて学べることができるということにつながってくるんだと思いますね生徒が言ってた、うん、意見ができるというのは今まで恥ずかしくて言えなかった子もパソコンだったら書けるじゃないですか、はい、それをみんな見てもらえるという場がででできたのはすすすごいことですねね、はい、そうですねあのつながって例えば今、学校に来れてない子たちもですね、はい、あの学習環境が整うので時間、場所を選ばない学習環境というのがにです、ね、子ども全員の底上げができるということになりますもんね。うん はい、視聴ありがとうございましたありがとうございました,いました続いてはプレゼントです今回はラブ川崎特製の除菌ウェットティッシュを10名様にプレゼントしますご希望の方は5月1日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください番組ホームページからメールでも受け付けていますたくさんのご応募お待ちしております待ちしています 最後になりました少しお時間があるようなんですけれども、本日、いかがでしたかそうですね、ギガスクール、これから未来を切り開いていく子どもたちが、ですねこういうツールを使って、どんどん高めていく、そのスタートに立ったなというふうに思いますので、自転車を乗りこなすように、ですねいろんな使い方ってこれからできてくると思うんですそれをみんなで工夫して、使いこなして、より良い教育をみんなで目指していきたいなと。 それを川崎からもっともっと先進的にやっていきたいなと思ってます,すね川崎いち早く全員に普及っていうのは本当にすごかったですねまさに多様性ですねそうですね視聴今日はありがとうございましたありがとうございました、はい、ラブ川崎また来週です、はい